また儚い時間を共に過ごそうじゃないか。うん、そうだね。二人とも帰り道気をつけてね。うん、じゃあね。ねえ、美咲ちゃん、ミシェル、この後黒服の人たちに直してもらうの？あ、伝えるの遅くなってすみません。実はもう脱げるようになってるんです。だからこのまま帰ります。え、じゃあなんで？ううん、そうだったんだ。じゃあまたね、かな。またね、ミシェル。はい、また今度。はあ、本当に今日は疲れたな。いつもと同じようなことでも、ミッシェルの中にいるだけでこんなに違うとはね。ミッシェル！え？ココロちゃん？どうしたの？それにその格好。ミッシェルを連れて行きたい場所があるのを思い出したのよ。それで急いで追いかけてきたの。さあ、行きましょう。え、今から？到着ね。ここが私たちの通う花咲川女子学園よ。行きたい場所って学校？ええ、ミッシェルは私たちが普段学校で何しているか知らないでしょ。だから案内しようと思ったのよ。ほら、早速中に入りましょう。入りましょうって、私このまま入れるのかな。入れちゃったよ。多分黒服の人たちが許可取ってくれたんだろうな。いつもありがとうございます。ミシェル、こっちよ。校舎を案内するわ。そりゃ学校でこんなクマに遭遇したらびっくりするよね。やっほー、ミッシェルだよ。よし、ごまかされてくれたみたい。こんな風に手を触れるなんて、私もずぶとくなったな。まあ、ミッシェルに入ってるからってところもあるけどね。ミッシェル、どうしたの？なんでもない。すぐに行くよ、ココロちゃん。ここは中庭。天気がいい時はここでお弁当を食べたりするの。へえ、そうなんだ。うん、よく知ってる中庭。何も変わりない。まあそりゃそうだよね、今さら案内されたって。ふふ、私ね、前に美咲と一緒にお弁当を食べていて、うっかりお箸を落としちゃったことがあるの。そうしたら美咲がフォークを貸してくれて。おもちゃみたいに小さな可愛いフォークだったわ。そんなことあったっけ？ええ、あったの。おもちゃみたいねって言ったら、美咲は確かにそうかもって笑ってたわ。そうそう、前に面白い本をカノンに教えてもらったときは、あの木の下で昼休みになると続きを読んでて、あとベンチに座っていたら急に雨が降ってきたときは、よく覚えてるね、ココロちゃん。ええ、もちろんよ。だって美咲との大事な思い出だもの。うんうん、美咲との思い出だけじゃないわ。はぐみとの思い出も、カノンとの思い出も、カオルとの思い出も、学校でのことも学校以外でのことも私は忘れないわ。だって思い出すだけで笑顔になれる素敵な思い出たちだもの。大切で特別な私の宝物。美咲たちが特別なんだって教えてくれたの。
そっか。もちろんミッシェルもよ。これからもたくさんの思い出を作りましょう。うん、そうだね。ミッシェルもそう思うよ。あ、そうだわ。もう一つ教えたい場所があるの。ここ一年の教室？ええ、私と美咲が一年生だった時の教室よ。ここが私の席で、こっちが美咲の席だったわ。少し前まで毎日来ていたのに、なんだか懐かしいわね。うん、そうかもね。この教室でもいろんなことがあったわ。例えば、ココロちゃん？そうだわ！ミシェル、来てちょうだい！行きたい場所がまだあったわ！まだあるの？